4月に始まりましたこの番組も今日128回目をもちまして残念ながら最終回ということになってしまいました。でそこで今日は過去お送りした79の試合の中からえりすぐり抜粋してハイライトでゲストの皆様と一緒に見ながら楽しんでまいりたいと思います。これは永久保存版ですのでどうぞビデオのご用意をしてください。でそれでは早速ゲストの方々ご紹介しましょう。まず私のお隣はもうレギュラー解説でおなじみの金田信俊さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。金田さんは今年4月からレギュラーということでお願いします。どういう試合が一番興味、いろんな試合を見せていただきましたけどやっぱりプレーですね、特にあのマラドーナのプレーは強く印象に残ってますね。そうですよね、はい、今日はあのマラドーナ特集ありますんで、はい、また楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。さて続きましてこの番組は何度も出ていただきましたジェフユナイテッド石原監督の清雲英純さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。清雲さんは何回ぐらい今日覚えたりしますか。いや何回かちょっと覚えてませんけど4、5回だと思いますけど、はい、その中で一番印象に残ったゲーム、まあ、クライフ監督率いるバルセロナですね。ストイチコフ、まあ、彼ちょうどですね3連覇ですね、リーグのあれ、まあ、最近のゲームでしたけど、はい、非常に印象深かったですね。優勝を決めた試合ね、そうです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。そして日本で最初のプロサッカー選手ジェフユナイテッド市原スーパーバイザーの奥寺康彦さんです。どうぞよろしくお願いします。奥寺さん最初の1年間は、はい、レギュラーということでお願いしたんですけど奥寺さんやはりブンデスリーガですか。そうですね、やはりあのマテオスとかね、クリスマン、もちろんブレーネとかあとはねオランダの選手のね、グリッドですか、これファンバースね、あれがやっぱり印象に残ってますね。実際に奥寺さんの場合はプレーされた方もね出てたわけですもんね。そうなんです、そういうこう親近がありましてね、今日はどうぞよろしくお願いします。そして元日本代表チームキャプテンテレビ東京 J リーグ中継のレギュラー解説でおなじみの前田秀樹さんです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。前田さんもかなり、ね、回数多く出ていただいたんです。そうですね、どういう試合、選手やはりね、まあ、いろいろいらっしゃるんですけども、特にあのカントラね、それとロマーリオ、体がね結構小さいんですけどもね、かなりその出来感でそのゲームの、ね、流れが変わっていくっていう選手ですね。マラドーナもそうですけどね、今日試合出てきますから、そうですね、楽しみにしていただきたいと思います。そしてゲストは特集の顔ジャーナリストの富樫洋一さんです。どうぞよろしくお願いします、はい、あの唯一の同好会出身です。富樫さんいかがですか。僕はですねやはりあのこの番組のもともとがあのイングランド の試合から始まりましたけれども、特にですねあの最近ではあのやはりマンチェスターユナイテッドのギグスなんていうのはこの番組で初めて見て本当にすごいんだなということを痛感しましたね。でそういう楽しみが今まであったんですけども ね、 そうですね、これで終わるというのは本当に残念ですよね。また再開したいと思います、今日はどうぞ楽しんでいただきたいと思います、はい、以上の皆様で最終回、まあ、にぎにぎしくやっていきたいと思います。それではまずダイナミックサッカーが選びましたビッグゲームの中からこの試合 VTR ご覧いただきましょう。これはリベルタドーレスカップの決勝サンパウロ対ユニベルシダカトリカです。このゲームはですね、これダイナミックサッカーの試合前の番組 の頭の冒頭部分の絵にこれを使ってるぐらい有名なシーンなんですけど、これチリはあのカトリカっていうのはコロコロと並ぶすごい強いチームなんですよね。これサンパウロはこの時はロナウドはピッチから出てなかったと思うんですけども、この時は強かったんだよね。強かったですよね、今なんか。さあ金田さん出ましたギグス、いいですね、これですね、これはよく覚えてますよ。これ気持ちいいですね。情けない、これはたまらんでしょうね。相手がたまらないよね。これで今シーズンあのディフェンスはもうなんです。いや、 やっぱね膝が強いんですよね。ちなみに今抜かれたディフェンスはあのスウェーデン代表でした。あパトリック、あ、確かそうだと思います。パトリックアンデションだと思いましたね。あ、そうですね、今あのディフェンスの原則を守ってませんでしたね。もう最後ひっくり返っちゃったのね。あれが物語ってね、ディフェンスの素晴らしさ、いいですね。まあ、ジョージ・ベストの、ね、再来と言われていますけど、ベストのようなこう体型というかスタイルではちょっとないような気はしますけどね。スピードがやっぱり
似てるんですよね。体型はあれですね、あのオリックスのイチローですよね。それと魅力はやっぱり左利きですね。ああ、左利きっていうのは魅力ですよ。ああ、出ました。このね、キックでね、本当に憎たらしいようなね、相手ディフェンダーなんて本当に嫌ですよね。この前日本代表もやられちゃったね、彼に。そうですね。そうですね。思ったよりもがっちりしてるんですよね。手つきがでかいですね。あの時は少しどうですか、太ってたんですかね。サッカー日本来た時はね、ただ見てると太りやすい体質みたいな気はしますね。日本の落語家でああいう顔してます、まあ、いろんなところで物議を醸し出す。私どもの番組でこのダイナミックサッカーではマンチェスターの試合というのは結構やっているんですけども、比較的カントラが出てないんで、あの出場停止が多いんですよね。思ったことそのまま言っちゃうんですよね。でもあのマンチェスターで、ね、カントラが入って全然ゲームの展開が違いますもんね。全然違いますね、本当に。去年のイングランド最優秀選手ですよね。そうですね、そうですね、似てるんですよね、話全然違う。あ、そうですね。ハスキー犬のようで、ね、ハスキー犬。はい、フォロー。もう一人の、まあ、ディフェンスのリーダーというか、これはマテウスですね。そうですね。うわ。マテウスはこのぐらいの、あ、今はまあシュート打たなかったですけど、あのぐらいのレンジからのシュートは得意ですよね、マテウスは。もうロングシュートはね、どん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 打ちますよ。無骨に見えるけど、実はうまいんですよね、マテウスって。あの若い時から結構中心でしたよね。そう。そのテクニックでやっぱりね、こう方向を変えるだけなんでね、クッグッと相手のね、マラドーナもそうですよね、方向だけで変えてもジャックって。これはつい最近の映像だと思いますね。フリーキックのゴールってものすごく多いと思いますね。多いですね。最近リベロに入ってしまったんで、また成功するかどうかっていうのが一つのポイントですね。ああ、すごいですね。いや、こういうね、シュートうまいよね、本当に。この VTR の中には入ってくるかどうか分かんないですけども、あのコーナーキックから直接決めたのありましたね。あれ、あ、決めましたね。こういうこともできるんですね。器用ですよね。パスだけじゃなくて自分から抜いていくこともできますしね。あと印象残ってるのはコーナーキックが速いボールをあのペナルティーエリアの角ぐらいに送って、それを直接蹴るってマテウスが決めるっていうのはよくありますよね。これちょっとディフェンスに問題あるよ。でもこれだけ攻撃的にねすごいですからね。あ、これですね。あ、こういうやつ、まあ、これですよね。これ私実はこれ今までの一番印象に残ってるんですよ、今のシーン。ダイナミックサッカーの中で。でもタイミングとしてはなんか打ちやすいような、これでもうゴールの枠に、ね、隅っこに行って、決して一発じゃないですからね、結構決めてますからね、この形で。あ、そうなんですか。練習してるよね。あの浮き球じゃなくて、あのグランダーのパスもよくやりますね。当たって、まあ、120、今日が8回目ということでお送りしてきたわけなんですけども、このダイナミックサッカーで海外のサッカーをご紹介することによって、まあ、その日本のサッカーのレベルの向上に一つでも役立てばという気持ちもあったんですけども、まあ、今この92年の4月から始まって J リーグが始まりまして、日本のサッカーは一大ブームとなっているわけなんですけども、金田さん、はい、そういう中でですね、その海外のそのプレーと、はい、一流のプレーとですね、その今の J リーグのプレーを比べて、はい、どういうところが足りないのか、どういうところがまあ日本のプレーヤーのいいところなのか、どういうふうにお考えですか。やっぱり全てにおいてのスピードって、正確なスピード、その辺がまあ少し足らないかなという気はしますけど、やはり今 J リーガー見渡しても、あの今回のワールドカップで大活躍した現役のプレーヤーが
来てますね。あるいは遡ればワールドカップ過去活躍した選手がいっぱい来てる。そんな中で彼ら対等にあるいはそれ以上にやる瞬間もあるわけですよね。90分とは言いませんけど、はい、そういうところで今の J リーガーが自信を持って選ばれた、また今度日本代表チーム、もうすぐアジア大会始まりますけど、彼らに引けを取らないようなプレーができるんだから、本当胸を張って試合に臨んでほしいなという気がしますね。奥寺さん、このダイナミックサッカーで海外のプレーいくつも紹介してるんですけども、そういうのをどういうふうに生かしていったらいいとお考えですか？そうですね、子供たちなんかよく見てね、まあ、そういう選手のね真似とかでしてほしいし、やっぱりこういう本当に本場のね、雰囲気ってもここで味わえるわけですから、まあ、そういう感覚的なものがねすごく大事じゃないかなと思うんですよね。なかなかやっぱり日本の J リーグでは見えない部分がね、この世界のねそういうサッカーで見れますんでね。だから本当にこういうね、試合をね、これも本当一箇所だけじゃないわけですから、全世界のやってるわけですからね、こういうのどうしてやっぱりやってほしいですよ ね, ね。これがなくなることによってちょっと日本のサッカー停滞しますよね、残念ながらですね、なんとかまた再開してほしいですね、そう、もうぜひね、私どもスタッフもそれはね切に願ってるところなんです。まあ日本のサッカーもちょっと本当足踏み状態ですよこれね。さあ、それは元代表チームコーチの清駒さんどうですか？そうですね、この番組ずいぶん J リーガーの連中見てますからね、はい、そのまあ、この番組でデータ安が今来てますから、一番違うのはですね、プロフェッショナル態度ですね、それが一番。二番目に彼らが言いましたけど、早い判断、やっぱりスピードっていろいろありますけど、その早い判断ができるかできないかっていうのを、まあ、うちのチームだけなんですけど、今見てそれを感じます ね, ね。彼らに行くことによってそういうものを学び取れると、まあ、このフィルムが出ないのはちょっと残念ですけどね。前田さん一言。そうですね、やはり歴史とかね、で、まあ、今の最先端のサッカーとか、そのフォーメーションとかですね、そういった意味でいろいろ勉強になりますよね。このぜひ生かしてほしいですね。そうですよね。このダイナミックサッカー2年半にわたってお送りしてまいりましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。たくさんのおはがき、それからお手紙、いろいろお叱りの意見もありましたが、まあ、今度ぜひですね、いつか再開、近い将来再開したいと思っていますので、またぜひ可愛がっていただきたいと思います。またね、素晴らしい海外のプレーをどん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 紹介してまいりたいと思います。めちゃダメです。そうですね、本当に今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。これでダイナミックサッカーお別れです。また3週間にわたって激しい戦いが続いた第20回アフリカネーションズカップ、栄冠を手に入れたのは南アフリカでした。トロフィーを高く掲げるのはニール・トビー。アパルトヘイトのため過去39年間にわたりこの大会から締め出されてきた南アフリカが初めての主催国、しかも初出場で優勝。この経験は大きな自信につながったに違いありません。今回一番の激戦区となったのがヨハネスバーグで開催された予選 A 組。南アフリカ、エジプト、カメルーン、アンゴラとそうそうたる顔ぶれです。南アフリカは初戦のカメルーンに快勝、続くアンゴラ戦もなんとかものにし、早くも予選通過を決めます。残された3チームのうちカメルーン、エジプトがともに1勝1敗、先に予選通過を決め気の抜けた南アフリカと対戦したエジプト、どうにかエルカスがこの試合唯一の得点を奪い、決勝ラウンド進出に王手をかけると、カメルーンはアンゴラとの最終戦乱闘の末オウンゴールというお粗末な結果、結局エジプトが決勝ラウンド進出を決めました。ブルームフォンテインで開催された予選 B 組のメンバーはザンビア、アルジェリア、シエラレオネ、ブルキナファソ。ブルキナファソは次回1998年に行われるこの大会の開催国に決定していますが、ファンの熱烈な声援にもかかわらず失点9、0勝3敗で結局敗退。シエラレオナにとっては今大会大きな収穫がありました。16歳のモハメッド・カロンがブルキナファソ戦で初得点、しかし予選を通過したのはアルジェリア、2勝1引き分けで決勝ラウンド進出を決めました。1994年大会のファイナリストザンビアからは今大会5点を取って得点王となったカルシャ・ブアリアが最優秀選手に選ばれました。リベリアのジョージ・ウェアはネルソン・マンデラ大統領と念願の対面を果たすことができましたが、チームの成績の方は今一つ振るいません。その代わりに浮上してきたのがガボン。今大会が始まるまでは全く有力視されていませんでした。予選 C 組の2位決定戦となったザイール対リベリアの試合、リベリアはこの試合1点差で負けたとしても決勝ラウンドへ進むことができたのですが、結局2点差で敗れザイールが決勝ラウンドへ。ポートエリザベスで行われた予選 D 組のメンバーはガーナ、コートジボワール、チュニジア、モザンビーク。優勝候補にも挙げられているガーナは絶好調、コートジボワール、チュニジアを封じ込め決勝ラウンド進出を決めます。その後に続いたのがチュニジアとコートジボワール、予選突破がかかった最終戦での直接対決。
チュニジアが3対1でコートジボワールを下し準々決勝へ進出しました。大会開催国として数々のプレッシャーと戦ってきた南アフリカですが、ここに来てそのプレッシャーがかえって彼らの自信となったようです。一般的にスポーツは国を一つにまとめることができると言われていますが、我々を国民が応援してくれるのであれば勝ち進むことができると思います。土砂降りのヨハネスバーグ、しかし3万人のファンは動きません。ファンの声援に応えて南アフリカのイレブンのプレーにも気合が入ります。フィルマシンガが倒され PK チャンスを得ると、抜群の人気を誇るドクター・クマロがこのチャンスに挑みます。しかしこれは決まらず、クライブ・バーカー監督も苦い表情。しかしこのミスの後も南アフリカの緊張の糸は切れず、後半27分、マーク・フィッシュによるディフェンスからの攻撃で先制。マーク・フィッシュの国際試合における初ゴールは各国から高く評価されます。スカウトの目もこれを見逃しません。一方対するアルジェリアも負けてはいません。タレク・ラジジのゴールで同点とし、試合を振り出しに戻します。延長戦も見えてきた後半39分、全員攻撃態勢に入った南アフリカが流れをつかみます。そしてゴールを決めたのはジョン・モシュ。彼にとって今大会における通算2点目となったこのゴールが決勝点となり、南アフリカはベスト4に。ずぶ濡れのファンにとって何よりの結果となりました。前回開催国であったにもかかわらず、全くいいところがないまま負け去ったチュニジア。 CAF カップ選手権のエトワール・サイル会長はチュニジアの抱える問題としてクラブの在り方を指摘しています。国内的にはこの3年間クラブ側は圧倒的な権力を手に入れてきましたが、代表レベルで見ると他のアフリカ勢が力をつけてきている分厳しい状況になっています。チュニジアにはプロのサッカー選手が未だに少ないのですからね。予選 C 組の代表となったのがダークホースのガボン。準備期間も短く、国内紛争、タレント不足と決して恵まれているとは言えない環境にも負けず、今大会はこれまででまずまずの成績で来ています。しかし準々決勝でのチュニジア戦、1対1の末迎えた PK 戦、メンバーに指示を与えるヘンリー・カスバーチェック監督。チュニジアはまず今試合あまりいいところのないアデル・セルニが確実に決め、1対0でリード。ブライス・マカヤはゴールキーパーチョクリ・エル・ウーエアに阻まれ、同点にすることができません。ソフィエニ・フェキーが決め、チュニジア2対0。ガボンはエチエンヌ・カッサがシュート、決まりません。チュニジアはその後メフディ・スリマネが3本目を入れ王手。ガボンは1本返しますが、チュニジアはあと1本決めれば準決勝進出です。蹴るのはゴールキーパーのエル・ウーエア。4対0、この瞬間チュニジアは勝利が決定。エル・ウーエアはそれに気づかなかったようですが、監督はこの通り。ゴールを決めたのは初めてのことです。ゴールを守るだけでなく点を入れることによってチームに貢献できてとても嬉しく思います。あそこでゴールを決めることが私の義務でした。それを無事決めることができてよかったです。今大会チュニジアはフォワードが2人欠場し、元気がなかっただけにエル・ウーエアの活躍はチュニジアチーム全体を盛り上げることになりました。それでもあくまで冷静な態度のカスパーチャック監督。決勝に出場することは我々にとってかなり難しいでしょうね。しかし全力で頑張りますよ。そのチュニジアと準決勝で対戦したのは今大会絶好調のザンビア。しかし準決勝で先制点を挙げたのはチュニジアでした。試合開始わずか16分後、メイリーからのパスをセリニがゴール。そしてさらにザンビアのゴールキーパージェイムズ・フィリは完全にこのシュートを読み違え、チュニジアに追加点。決勝進出確実と言われていたザンビアですが、早くも2失点。そして後半開始直後、今度はチュニジア代表では最年少19歳のカイエス・ゴバーニが3点目を決めます。このゴールでやっとザンビアのイレブンが目を覚ましたように動きます。テンボとロタが果敢にチュニジアゴールを攻め、ついにロタがエルウエアの珍しいミスをついてゴール。その後も波に乗ったザンビアがチュニジアゴールを攻め続けますが、それもここまで。セリミがペナルティを取られ、チュニジアに1点を加えられてしまいます。ザンビアのヒラリー・マカサが1点を返しますが、時すでに遅し。
そしてチュニジアとカスパーチャック監督は決勝への切符を手に入れました。南アフリカのメンバーのほとんどが世界的に有名になりつつあります。クライブ・バーガー監督もその一人。波に乗る南アフリカを準決勝で待ち受けるのはガーナ。そのガーナの得点源はイエボアとアベディ・ペレですが、その一人ペレは足首を痛めこの試合に出場できません。全体的に観客数が少なかったこの大会ですが、この試合には8万人が開催国チームである南アフリカの応援に駆けつけました。ガーナのイエボアが果敢に南アフリカゴールを攻めます。しかしその後、南アフリカは試合開始22分後、ジョン・モシューのオーバーヘッドキックによるこの素晴らしいゴールで先制点を挙げます。出場停止処分を受けたマシンガの代わりにメンバーに加わったシャウン・バーレットが後半に入ってわずか20秒でゴール。南アフリカにとって2点目を挙げます。狂気するサポーター。イエボアに決定的チャンスが巡ってきますが、惜しくも外してしまいます。そして試合終了。この瞬間、国民が一つになって勝利を祝います。ガーナは簡単に勝てる相手ではないことは初めから分かっていました。選手たちも緊張していたようですね。手強い相手でしたが、チャンスを逃さずにタイミングよく得点できたと思います。開催国南アフリカの決勝は国中の人々が注目する中で行われました。最近南アフリカはスポーツによる愛国心の高まりが頻繁に見られ、少し前に同じく南アフリカで行われたラグビーやクリケットの大会でも自国の選手が大健闘しています。エイズ撲滅のキャンペーンも兼ねた決勝進出を祝うパーティーには自国の選手のみならず各国のスター選手も参加しました。決勝戦までの時間をリラックスしたムードで過ごす南アフリカ代表。一方、それに比べてチュニジアチームには重苦しい雰囲気が漂います。それもそのはず、ダーバンからヨハネスバーグに移動してきた彼らですが、着いてからホテルが改装中で泊まることができないことが分かり、急遽代わりとなるホテル探しが始まりました。5時間の間、選手たちは荷を解くこともできず、さらに貴重な練習も奪われ散々な目に。若い選手にはこれも修行のうち。しかしそれにしてもこの不手際には誰もが並行しました。そしてついに1996年アフリカネーションズカップの決勝戦はソウェットの郊外に位置する FNB スタジアムで戦いの火蓋が切って落とされました。前半両チームとも緊張した雰囲気の中試合が進められましたが、65分、マーク・ウィリアムズの登場で試合は南アフリカサイドに有利に傾きます。その8分後、ドクター・クマロのフリーキックからチュニジア側のディフェンスに亀裂が入ります。エルウエアがどうにかセーブしますが、それもつかの間、再びウィリアムズがアタック、そしてゴール。そのわずか2分後に同じくウィリアムズが2点目を獲得。観客も優勝を目の前に異常な盛り上がりを見せます。そして試合終了。その瞬間までキャプテンニール・トビーは気を緩めずチームを引っ張ります。そして第20回アフリカネーションズカップは開催地南アフリカの手に。ラグビー、クリケットともに優勝していましたからね。サッカーもその仲間入りができました。このことが我が国の統一に一役買ってくれることになると思います。全ての人種が一つにまとまれる日が来ることを祈ってますよ。今まで南アフリカのサッカーは外国に紹介されることはほとんどありませんでした。これを機会に世界に我々がサッカーでも優れていることをアピールしていきたいと思っていました。それが実現できて本当に良かったです。